陸路に見っから現地に入ってからは時間がない。それまでに新しい自分になれてくれ。捕まれ。この先はソ連軍の実効制圧圏だ。ミラーが捕まって10日、残り時間は少ない。砂嵐が去るぞ。慣れたな。現場は9年ぶりだろうが、ソ連軍主力地上部隊への単独潜入、肩慣らしにはちょうどいい。カズヒラミラーは北のダワンデーハーに囚われている。位置を確認しよう。端末を開いて。マップにダワンデーハーという町があるのが分かるか。ミラーはそこに囚われている。だが町のどこに捕まっているかまでは分からん。それを探るのもあんたの役目だ。よし、双眼鏡は持っているな。正面に村がある。見えるか。よし、村が見えたな。双眼鏡で捉えたものに関して詳しく知りたければ連絡をくれ。
その対象についての情報を伝える。その村はダウヤロカレイ、住民は戦火を逃れるためすでに避難し、今はソ連第40軍の拠点となっている。数日前、ミラーはその村を通ってダワンデーハーに移送された。村にはその痕跡が残っているかもしれない。調べてみる価値はある。位置を忘れないようにマーカーを設置しておくんだ。そこじゃない、ダウヤロカレーを双眼鏡の中央に捉えてマーカーを設置するんだ。よし、これで村の方向を見失わずに済むだろう。ミラーの体力も限界だ。持ってもあと3日か。ミラーが死ねばミッションは失敗、復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。まずは偵察するんだ。今見た他にもソ連軍の拠点はある。アフガンは広い場所だ。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増えるだろう。どこからどう攻めるかはあんた次第。ここから先はあんた一人だ。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやり抜く。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。ミラーの護衛は精鋭揃いだった。だが全滅した。残っていたのは護衛の死体とこいつだけ。奴に渡してやってくれ。あんたでなきゃできない仕事だ。さあ行け。伝説を取り戻せ。助けに来た。カズ、カズ、ボス、ターゲット死亡。間に合わなかった。ミッション失敗だ。奴らだ。